はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキこちらです。プロツアー参戦デッキラクドスアグロということで、はい、非常に軽量なアグロデッキですね。で、今回はギックスとこのインティ、まあ、ここら辺でハンドを補充しながら、はい、アド稼ぎながらね、殴っていくという感じですよね。稼いだアドはね、リリアナとかで消化したりもできるしという感じで、あとシェオルあればね、まあいろいろライフ回復もできて非常に強い動きができるのかなと。1マナのクリーチャーでね、見捨てられた交付、まあこれ最近ね、よく見かけるんですけど、1マナ22でね、ブロックできないと。で、悪事働くたびに黒マナ払ったら墓地から戻ってくると。まあ、かなりしつこく戻ってくるんで、アグロデッキでもかなり活躍しそうですね。マナ1マナぐらいだったら大体余る。これ2マナだったら弱かったんやろうけど、1マナはやっぱりね、うん、非常にハードルが低いですね。さあ、それでは早速回していきましょう。まあ、新しいカード本当、ほとんど入ってないんですけど、まあ、カードプールが広くなればね、その分そういう感じになりそうですね。さあ、それじゃあやっていきまーす。はい、プレイ。さあ、7枚でキープします。ルビーボーネか、先に相手のハンド見に行くか。ややこしそうなカードがあります。投げていきました。まあ、クリーチャー出てくれば喉首と接死で、ぬどくぶせしじゃない、ぬどくぶせ。さあ、場に戻していきます。さあ、アタック。殴るか。さあ、ベールのリリアナ反動攻撃していきます。首からも喉首か。さあ、ハンド攻撃していく。We all have things we'd rather forget. さあ、アタック。首を使わせてから説教しておきます。霊柩車来た。持ってかれた。
最大2枚1枚しか持ってかんかった。さあダック、攻撃していきます。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。いや、いいですね、2マナのクリーチャー引いてくれた。これはだいぶ楽になりましたね。なんでだろう、ブロックして宝物出したかったのかなと思ったんですけど違いました。さあベールのリリアナ、ハイドラ倒しましょう。さあダック、ターン終了。なんかでかいの来ました、ね、でかすぎるもん。さあ一枚捨てる。さあ説教者、収穫者、しまったな。もう一個チトークンあったら切り崩しで倒せてたな、まあ、次のクリーチャー次第だね。これそれは厄介だ、止まらん、やばい。サブロック。
いや、えぐい。えぐいが。サインティーサダック。さあ、ターン終了。なんとか相手に横並び止めましたね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、高校ですけど目の前でキープ。戦か、最近あんま見てなかったですね。さあ、ブロックしない。どうしようか。難しいところですね。スターを押すのが一番無難か。スターだ。向こうギックス出したら書き消しは取れないんで、本当痛い。スナセントギックスを組み合わせ本当に嫌ですね。さあ、ポン。いや、このコウモリとスクナセンかめんどくさいな。なんだかんだめんどくさいな。次土地欲しい、土地。あ、説教者取られるかこれは。そうだね、これ説教者取られる、ね、説教者取られて結構めんどくさい展開になった。いやー、これは厳しいな。すごい怒涛の攻撃だわ。
スアタック。リリアナかー、リリアナ使えない。きつい。間違えたない？認定してるんだったなー。これは完全に失敗した。まずい。ここに来て崩血者はまずすぎる。もんじゃないですね。よくしとかないとなんともならんの。うん、ちょっとどうしようもないな。どうしようもない。いや、本当にどうしようもないな。さあ、説教要所。まあ、何をしてもちょっと無理だな、これは。飛行クリーチャーが止められない。厳しい。どんどん出てきます。どうしたものか。僕はスクーナー戦捨ててきました。あ、やられ。あ、これはきつい。ん、除去もありますか、これ。戻された。ここまでですね。はい、対戦ありがとうございました。これはきつかった。まあまあまあ、とりあえずこれでスタートしますか。土地あるし。もう何のデッキやろうな。とりあえず切り崩しだけは構えとこう。地味に痛いな。さあ、コウモリでハンド見せてもらおう。うん、あ、全く意味はないけど。稲妻の一撃で。稲妻一撃で、稲妻の螺旋か。なるほどね。さっきからなんか置くカードいっぱい使ってると思ったけど、そうか、エリシュノーンでね、それを増やしたいと。まあ、稲妻の螺旋をどんどん使わせますね。そして土地で殴っていきたいね。ターン返す前にね、処理しておきます。さらにうろつく玉座か。これはきついな。
どうしたらいいんだ。これは威迫持ってんのか。一応殴った。よかった、これはありがたい。さあリディアナ、ちょっと相手めっちゃライフ回復してる。パン終了。さあこれでハンドも攻撃していけるけど、普通に稲妻が、まあ、これでこっちで殴りやすくなりましたね。Fine. I know when I'm not wanted.スタート。捨ててカード引きます。一回ちょっと反動を見せていただいて、怪獣珍しいですね。まあまあ一度反動を見せていただいて、怪獣が見える。さあこれでアドを稼いでいきたい。土地が欲しい、土地が。さあ見捨てられた方が、これはチャンスですね。殴っていきます。さあギックス能力起動、コストは5でいいですか。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。プロツアー参戦のラクドスアグロということで、この保安官打てとか結構使い勝手が良かったです。まあデッキによるんでしょうけど、相変わらずギックスでアグロで殴っていくの強いなった。このインティがね、またいい感じの潤滑油になってて使い勝手いい。シェオル入ってたんやね。シェオル一回も引かなかったんじゃないかな。はい、非常に小回りが効いていいですね。あと説教者も硬いし、なんだかんだリリアナ強いしという感じですね。ただ新しいのこれだけかな。あ、コーフか。まあこれがね、今なんか結構ややこしいんで、ただこれが単独で入ってるのもなんか珍しいっちゃ珍しい気はするんですけど、うん、まあでもやっぱ強いね。1マナで戻ってくるっていうのは。なんだかんだ除去とかでもいろいろ対象取りますからね。はい、まあそんな感じでね。ラクドス好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。